刑囚、佐伯亮。はじめまして、だな。捜査一課の冴島だ。お前に捜査協力をお願いしたい。今、都内で発生している連続無差別殺人事件についてだが、犯罪プロファイリングの結果、犯人はお前と同じ種類の猟奇的殺人者の可能性が高いことが分かった。お前になら分かるはずだ。教えてくれ。犯人は次どういう行動を取る？バカな人じゃ。警察は自分たち意見を膨らって引くのもなかないですか。こんな方です。これじゃあ、あの、キャンさん、天下ですよ。もう一回いいか。一回目客を目指してください。そげごだと。そう、発熱ですわ。私ちょっと、仲良くですよ。滑舌悪いな。なんだこいつ、滑舌悪いな。捜査一課の方ですか。ああ、捜査一課だ。捜査一課。バカどんだけ。全然わかんねえな。くそ、どうすりゃいいんだ。フレスクですか。え、フレスクですか。え、フレスクですか。え、フリスクもらえますか。フリスクもらえますか。もらえるわけねえだろ。何言ってんだこの状況で。くそ、なんかいい方法ねえのか。紙とペン。え、紙とペン。紙とペン、なるほど。最初からそうすればよかったな。あー、字汚くて全然読めねえな。どうも、ありがとうございました。